バンドーム公、セザール・セザールド・ブルボン版は、ブルボン朝フランスの貴族、アンリ4世と、愛称ガブリエル・デストレの長男として、クシ城で誕生した。1595年に認知され、1598年に、バンドーム公位を授けられた。1599年に、母ガブリエルが急死すると、母から、ボーホール公くらいとエタンプ公くらいを継承した。 1608年7月16日、フォンテーヌ・ブロー宮殿で、冬で知られたメルクールを呼び、パンティ・エーブルクゲ相続人のフランソワーズと結婚。三子を設けた。セザールは、人生の多くをママ母で、父の生在、マリード・メディシスとイボテー、ルイ13世との清掃に費やした。リシュリューの失脚を狙う、謝礼博、アンリド・タレー・ランペリゴールの陰謀に加担したとみなされ、 実帝やレクサンドルと共に1626年、ヴァンセンヌ城に遊兵された。4年後の1630年に釈放されると、オランダへ亡命した。1632年に、フランスへ戻り、次男のフランソワと共に、リシュリューの後を継いだジュール・マザランに対する陰謀を、企てた。が、再び亡命を図り、イングランドへ逃亡し、1642年まで、イングランドに泊まった。 マザランの命にあたるロール、マンチーニと、長男ルイが結婚したことで、マザランとの和解がなされ、フロンドの乱の際には、王体後、アンヌ・ドートリッシュを支えた。1651年に帝徳となった。1665年の死後、ルイがバンドーム公位を、フランソワがボーホール公位をそれぞれ継いだ。セザールの屋敷があった場所は後に買収され、バンドーム広場として整備された。 ありがとうございます。